リンダ・ブレアはアメリカ合衆国の女優、ミズーリ州セントルイス出身。子役としてキャリアをはじめ、1970年に映画デビュー。約600人の中から1973年公開のエクソシストで悪魔、パズズに取り憑かれた少女リーガン役に選ばれる。この作品でゴールデングローブ賞女演女優賞を受賞、アカデミー女演女優賞にノミネートされた。 1977年には続編にも出演。肉体的に成熟した80年代、チェーンヒートのヒット等でセクシー女優としてのキャリアも開拓した。しかしそれ以降は伸び悩み、作品にも恵まれず、1985年公開のナイトパトロールではゴールデンラズベリーショーワースト主演女優賞を受賞する。1977年に麻薬所持で逮捕された。 リンダ・ブレア・ワールド・ハート・ファンデーションというチャリティ団体を設立。ベジタリアンだったが、後、ビーガンとなった。また、反捕鯨団体シー・シェパードを公然と支持している。ヒドン・フェイ・セズ。IMDB2012 年7月16日閲覧。The Way We Live Now。The New York Times2012 年7月16日閲覧。アクトレス。 リンダ・ブレア・ゲッツ・プロブション・インド・ラグ・ケース。レイクランド・レジャー。2013年8月23日。閲覧。シー・シェパード・アドバイセス。ハット・エクソシスト・ディレクターズ・カット版の上映スケジュール。映画情報映画の時間代68回。リンダ・ブレアのグロテスク。ライブ・ドア・ニュース。ありがとうございます。